2つ目こちらです。じゃん、やりたいなからできるかもに。はい、ということで、実はゆささんお話伺ってましたら、東京の、まあ、お仕事されてた頃からカフェ好きだったんですってね。そうですね、うん、はい、まあ、やりたいなっていうのはずっと、はい、かなり前から思ってたらしくて、うん、カフェではなかったと思うんですけど、うん、高校の友達に会った時に、はい、カフェ始めたよって言ったら、うん、そういえばそんなのやりたいって言ってたよねみたいな、高校の時に。そうですか、うん、へえ。自分では覚えてないんですけど、言ってたらしくて、この人、うん、うん、それずっと漠然とは思っていて、はい、うん、コーヒーも好きだったんですね、うん、コーヒーは単に普通に好きでしたね、ずっと、はい、コーヒー落とすのが好きでね、コーヒー落とすのが好き、うん、はい、そんなゆささんなんですが、あの東京ではできなかった、札幌だからできたっていうことをおっしゃるんですよね。まあ、東京だとね、なかなか個人で資金かかりますしね、はい、うん、そんな違いますか東京って。だいたい保証金だけで10ヶ月とか、うん、はあ、うん、そんな感じですか、へえ、なんかまあいいとこだとね、本当に もともと家賃も違うでしょうしね、うん、家賃も高いし、うん、うん、スタートアップでかかる最初の金額がもう全然違う、うん、ちょっと個人ではちょっとねっていう、うん、かなり借金しないと無理でしょうっていう、あ、はい、うん、まあそんな感じはしてたので、うんうん、札幌に来たらまたちょっと印象が違った、うん、こっち来たら割と普通にね、個人でも、はい、それこそ20代の、ね、女の子とかでも一人でお店やってたりとか、結構頻繁にありますからね、うん、かなり街中のいい場所でとか、はい、うん、あ、できるんじゃないの、ひょっとしてできるのかしらみたいな、うん、そういう、うん、そういうのでなんか、うん、だんだん真面目に考えるようになってったっていう、ね、はい、なので、あの高校時代の久しぶりに会った同級生から、あ、お前そういえば昔から言ってたよって言われるぐらい漠然と考えていた、まあ喫茶店、コーヒー屋さん、カフェというより、うん、うん、そうなのかな、ね、どうなんだろう、どうなんだろう、うん、ちょっと高校のそいつに聞かないと、はい、やりたいよって言ってたよって昔の友達、高校の同級生言われるぐらいですけど、そのやりたいなっていうのは札幌に来たことで、あ、できるかも、札幌だと割と20代の女の子もカフェ出してたりするし、あの敷金とか、札幌やりやすいなって思って、できるかもっていうふうに思って、うん、それであのさっきの話になります、友達からのご縁で、あの南区のね、お店オープンにこぎつけるわけですけれども、はい、でそこであのネッシュのネスコっていう名前につけてカフェを始めました、はい、もうその頃からベーグルはもう売りのお店だったんでしょうかね。最初そっちの南区のお店は、うん、本当にコーヒーとベーグルサンドとか、まあ、そういうベーグルのメニューだけで、はい、まあ、住宅街だったんで、夜はやってなくて昼間だけ営業しててっていう感じでした、はい、うん、ベーグルは私まだ焼いたことなくってね、はい、難しくないですか、あれ一回茹でるんですよね、まあ湯がく程度、あ、うん、1分1分表1分裏1分で、で茹で上げたらすぐオーブンに入れるって感じなんで、あ、はい、餃子に近いです、あ、はい、餃子に近い、餃子のお水バーって大丈夫、はいはい、うんうん、ちょっと蒸らした感じ、うん、はい、蒸し焼きみたいな、うん、あれと同じ理屈だと思うんですけどね、はい、それであのもちもち感が出るのかな、はい、うん、そうなんですか、あれ本当茹でないとパサパサできますからね、 あ、そうなんですね、うん、はい、へー、ベーグルとの出会いはどういったあれだったんですか。うん、それもね、こっち札幌に来てからなんですけど、うん、まあ、転勤で一人で来て、はい、イオンプラのお店で年中無休で、うん、休み行ったら、まあ、シフト制になるんで、はい、知り合いなんか同僚しかいないっていうのに、うん、それだから休みはもうほぼ、ね、そうだそうだ、一人で、そうですよ、お休み一人で過ごすことね、うん、同僚と一緒にどっか遊びに行けないんですよね、そうそうそう、シフトで休んでるからね、最初のうちね、本当に、うん、でもなんか暇だなみたいな、うん、パチンコも負け続けてるし、はい、うん、そうそう、違う遊びしないといけないよね、はい、なんて思ってる時に、うん、たまたまね、部屋になんか雑誌があって、はい、そこにレシピが書いてあって、はい、で見たら、まあ、小麦粉と水と、なんかイーストと、あと砂糖塩ぐらいだから、うん、シンプルだね、うん、と、あ、これなんか超小麦粉あったんで、このイーストっていうのだけ買ってくれば作れんじゃんと思って、うん、それでやってみたら、はい、
まあ、美味しくできたんですよ見事に。うーん、てかあれ誰作っても焼きたては美味しいんですよ。うん、うんうん、多分、うん、形とかひどいもんでしたけど、今考えると、ただめちゃくちゃうまいなこれと思って、俺天才じゃないとか言ってなるほど、うん、だからそれでハマっちゃって、はい、まあ、普通にね一人暮らしの男の自炊の延長というか、まあ、その一環で、まあ、普通にご飯炊くような感覚でベーグル屋行くのが好きになってって、でちょこちょこ焼いてたっていう。なるほど、うん、そうやって初めて炊いた初めて焼いたベーグルがあまりに美味しくできたからハマっていろいろ作っている間に、ね、ベーグル得意になって、そしてこのお店のメニュー、まあ、南区のお店ではこちらが看板メニューとなるわけなんですけど、はい、そこから今の場所にね移ってくるって何か理由があったんですか、その南区の場所から。うん、もうすごい坂道の藻岩山の南斜面ところにあったんで、はい、もう冬がね誰も来れないんですよ、うん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 、下手すと自分も行けないぐらいそんな、はい、そんな急斜面のところにあった、へえ、本当にそういうところだったんで、うんとちょっと平らなところに引っ越したいななるほど、平らなところを求めてですね今のこの場所に落ち着いたというゆささんですけれどもね、はい、こちら意外と本当にねメニューが多ございまして、そのあたりをでは3つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。3つ目こちらです。じゃあ